えヒュンケルはえぇ、ー、ちょっとヒュンケル<ー>はいどうもみなさんこんにちは動画を2つです。今回も動画を再生していただきありがとうございます。この動画はリアクション動画となっております。必ず今回はどうですか、ドレでカーねコンピューコイタリーいだき一緒に再生してお楽しみください。というわけで今回、大の大冒険13をこちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。えー、皆さんおはようございます。えー、ただいまですね。 えー、日曜日の朝8時20分でございます。えー、昨日のね、えー、夜12時からアニメのリアクション関係を撮っておりまして、えー、こちら大の大冒険、今からですね、3本目の視聴としてリアクションさせていただきたいと思っております。前のね、えー、2本が大体朝の5時くらいに全部編集などが終わりました。上げて、まあ、それからね、今お風呂入ってたんですけども、まあ、お風呂の中で、浴槽の中でちょっと2時間ほど寝てしまいまして、ま、あまりにもね、お湯が冷たくなって飛び起きたんですけども、まあ、その後ね、ツイッターの方を見 たらまあ、新しいフォロワーの方がいまして、まあ、基本的に僕 Twitter の方双方でフォローさせていただいてて。 ま、基本的にね、このチャンネルを見てる方以外のね、フォローはしないし、ま、フォローも別にされたくはないんですけども、ま、メッセージの方でね、僕のチャンネルの方を見てる方ですかみたいな方を送ったらですね、そうなんですと。ま、た大の大冒険がね、いつアップされるのか気になってフォローしました。みたいなメッセージがありまして、あ、やべえなと思いまして、今ね、慌ててリアクションさせていただいてるところでございます。どうもね、ま、言い訳じゃないんですけど、大の大冒険に関しては、日曜日のね、朝にやってるような感覚なんですよね、僕の中で。あと、この大の大冒険に関して、 実際にね、土曜日の朝にやっててね、土曜日の朝にアニメがやり始めたのってきっと、僕がね、小中学生くらいの時に、土曜日もね、日曜日と同じようにね、公立の学校が休みになった習慣でね、そこからね、土曜日の朝もアニメとかね、やり始めるようになったと思うんですけど、僕がね、通ってた学校ね、小中高とね、土曜日全部休みじゃなくて、基本的にね、朝のアニメといえば大体日曜っていう風に頭に刷り込まれておりまして、未だにね、その朝にやるアニメに土曜でやってるっていうのが、ね 想像できないというか、まあ、ちょっとね、大の大冒険のリアクションがね、いつもちょっと遅れてしまうんですけど、ほんと申し訳ないです。まあ、というわけでね、ちょっとお風呂上がりでやらせてもらうので、いつものね、トレードマークの帽子は脱がせていただいてですね、まあ、早速リアクションの方をさせていただいて、オープニングトークは、大の大冒険を始まった瞬間にオープニングテーマが流れるので、そこでね、前回の振り返りさせていただきながら、まあ、リアクション本編の方に移っていきたいなというふうに思っております。というわけで、皆さんも録画したものもしくは何でまた使って一緒にお楽しみください。簡単なご案内挟みました本編スタートです。 よろしく頼むぞはい、やっぱりね、オープニングから始まりました、案の定ね。で、前回は、えー、っと、レオナ姫のね、とこのおじいさんが出てきて、まあ、ダイ君とね、ポップの方が二人鎖片びらかなんかもらったりしたんですけども、まあ、そこでね、意外なことにポップがね、ちょっと男気を見せましてね、まあ、朝から特訓したりとか、 第2に提案してね、2人で協力してね、技を使って倒そうみたいなね、まあ、それがライデインだったなと思うんですけども、まあ、そういった提案をするような、ね、意外性を見せる一面があって、まあ、ちょっとね、またね、見直すような部分が増えてきたのが前回のポップだったかなと。で逆に今出てるマームに関しては、まあ、ちょっとヒュンケルの方にね、まあ、拉致られちゃって、 え、その牢屋の方でね、ヒュンケルと話して、ま、ヒュンケルにね、同情するような形で言葉をかけたんだけど、ま、その瞬間パーンやられてね、骸骨剣士たちがえ、えみたいなね、骸骨剣士が心配するって。ま、そんなことがあって、ま、ちょっと僕の中で、いや、ヒュンケル手あげるんかいっていうのもあったんだけども、ま、ただあそこでね、ヒュンケルがマームにね、気持ちをね、ちょっと、なんて言うんだろう、ほの字にならないか心配というかね、ポップとマームに僕はうまくいってほしいので、 で、ええー、まあ、バトルの方が展開されまして、いよいよライデインが決まって、まあ、ここからどうなるかって感じですかね。まあ、ヒュンケルの方がライデイン食らった後ね、苦しんでるような感じじゃなくなんか暗い顔です。佇んでたので、まあ、そこ注目しながら見ていきます。はい、というわけで、えー、今回は決着の時っていうことでね。まあ、このタイトルからさ速ね、まあ、もちろん大君たちが勝つのかなと思うんですけども、ただそこまでの過程とかその後ね、 まあそこに注目しながら見ていきたいなというふうに思っております。まあ、ここは前回のね、ちょっと振り返り的な感じですね。で、この後ですよ、このヒュンケルがね、前回も苦しんでる感じじゃないんだよね、膝をついてるけど。聞いてるのか聞いてないのか。ね、これこれ、ちょっと不敵なんだよね。大君もほら、表情が。ポップそんな簡単に近づいて、大丈夫 ポップもうせっかく褒めたのに、このすぐ調子に乗るところほら、もう絶対、絶対やられると思ったわ。もうしょうがない。まあ今のはポップが悪いわ。まあ、聞いてないわけじゃないんじゃないえ、聞いてないの聞いてるんだね。そういうことか。はぁ、あ。 ライデンじゃ倒せなかったと。いや、もう手加減はしないって手加減してたんだね。え打たせてくれない感じねあー最悪じゃん。え、ってことはポップがやるのかなライデン。いや、そんなことないわな。いや、これどうやって決着どうすんのこれ、こっから。 え、ポップも動けないし、大どういう決着え、こういう決着あ、マームが来るかそして胸の中にいたコメちゃんね。えマジで負けちゃうパターン決着の時って。この作品ならありそう。いや、死ぬことは絶対ないけど。 <laughs> 違う、ポップの油断したのがいけない。あ、マーム。マーム。マームの言葉ならね。<laughs> 響け。響くんだ。 何あ、そうだ、前回あった、そんなの忘れてた。え何それははっお父さんもしかしてマジそんな展開いや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 。もしかして、もうこれで戦わないで済む感じの決着なのか まあまあまあ、そこを安心してた、俺は。さすがに、ね、こんな序盤で大君に。あ、けどやばくね大丈夫だったのさすが大君。いやー。いや、それは躊躇があるから、ほら、あれが発動しないからだよ。まあ、けど、あれが発動しないで勝てた方がかっこいいよね。確かに大君的にはね。 そ,うそこ気になるわ。真実ってもうマームは聞いてるのかなえ何何があったのあこの素直に聞くとこが好き。え何真実ってアバンにやられたんでしょう はいはいはい。そうだよね。で、負けたんでしょうん。って何降伏したのかもしかして。えババン先生倒してないじゃん。うわーマジ うわやばいこの展開は予想してなかった。先生なんでじゃあやられたの誰だえ 何,何あじゃあ託されたんだお父さんにええー、お父さんめっちゃいい人バーバン先生やばい うわ,うわ予想してなかったからちょっとありえないこんな展開になるなんてえなんて苦しんでんのお父さんあーハドラーの部下だからかえまさかお前かやったの はあ、まあ知らないわなお父さんはまだうわなんで知ってたのさっきの会話開けちゃったからか扉それのせいで自分が追い込まれたから ああ、そういうことだ、やっぱり。最悪。これでか。バーンこれさ、じゃあ先週言ってたさ、まさにヒュンケルがバーンをさ、倒しに行くパターンあるんじゃねこれ聞いたんだから。 だこれを見て、アバン先生にやられたと思っちゃったんだもんね、ヒュンケルは。え、そのせいであのヒュンケルは川底にまた落っこってさ、あのミストバーンに嫌われたんでしょ。うわめっちゃよくできてる、これ <laughs> あ。ああうわもっと早く。 いやーうわうわうわもう死んじゃったよばん先生その気持ち伝える前にいやーもうちょっと待ってお父さんや, <laughs> やば。やば いやあ、まじ、ほんと、それ、はあ。あ、それ壊しちゃうのあ、はあ、取っとこう。いや、もう戦う必要なくないダイどうしたのえ、なんかおかしくないダイ君。もういいだろう戦う必要なくないえ えなにどういうことなんか、ちょっといろいろわからない。だって、竜の紋章が出ても、あれなに竜の紋章出てないのかえ何が起きてんのもういや、もう何が起きてんのかわからない。どうしちゃったの大君は一体。あんなパターンもあるの。 え、そんな感じそういうことなのそんな感じには見えなかったんだけど。いや、殺されるも何も、もうヒュンケルは多分。え、まだやる気はあるのもういいだろう。いや、ほんと、マーム。いや、マジで、もう今回、マーム一番。 なんででそういうことしちゃうのヒュンケル。いやいやいやええー、もう、突っ走っちゃうのそのまんま。で、本当にやるんだ。ああいう決着のかと思ったらまだやるのいや、もうやる理由なくねえか。 そしてこの無意識の大君は本当にそのポップの言う通りなのかな魔法と剣何なんだこれさっきからえ。え鎧え、しかもなんか輝いてるえ。え何これ魔法剣みたいな えあ、だからそれが結局、あの竜の力と関係してんのかなうわ、映像すごい何これいやいや、いいね、戦闘シーン。いや、もう戦ってほしくないんだけど、俺的には。まあ、けどヒュンケルが戦うつもりであるじゃしょうがないし、ダイクもお意識だしな。 いや、どうなっちゃうのこれ。え、すごくないこの戦闘シーン。<laughs> あいや、負けちゃうか。いや、倒しちゃっていいのかまあ、殺さなければ。うわや,やっぱ強えんだなヒュンケル。動けなくなる。あライディンポップがやるのか いや、大がやんのか。いや、ここでなんかポップが一人で決めたらかっこよかった気もするけど。あ、やりそうだね。いや、ここはやっぱ大に勝ってほしいかな、やっぱ。ギリギリ溶けたいや、すごいかっこいいけど。 えへへそんなんあるライゲインとアバンストラッシュ合議みたいないかちいやいやいや、アバンストラッシュより、アバンストラッシュよりすごいんじゃないいや、さすがにこれは、立ったまま吸収なってるパターンか。 弁慶的な。いや、動いたわ、全然 <laughs>。あ鎧がもういいだろ。いや、もういいよ、大。いや、おかしいよ、やっぱこの大、ちょっと。いや、ちょっと、大君マーム。いや、マーム大活躍。 この声は届くのかいや、マームの気持ち、めっちゃわかるわ。いや、もうヒュンケルいい加減届けよ。二回も泣かせやがって。あ、まあ、この演出は来た。え <laughs> ちょっと待って。えポップじゃないのマームなのやっぱり。マームもなのそして。あ、よかった、い。 いや、この二人できるだろう、もうこれ。え、しかもマームが持ってたのヒュンケルの分を。いやいや、なんかお揃いのネックレスみたいになっちゃいますやん。ますます。なごめちゃんと言い何でも入ってるな。ほらやばいって。ポップ ポップかと思ってたよ。終わった。<laughs> ポップ終わったよ。もう、こんなイケメンに勝てるとは思えないわ。大君何があったのあれも後々わかるのかないや、ヒュンケル、イケメンは泣くとかっこいいな。いや、回復してあげてんのか ポップもうわかるだろう膝枕してる時点で。うふふはもう、もうポップあフレイザードなんかこいつなんか一番気にしてたもんね、ハドラーとの会話でも。め、なんかすごい弱そうに見えるんだけどな。 え最強なの本当に言ってるだけでしょこういうなんか次々と押し寄せるね。マジで。軍団長あ。ヒュンケル狙いなんだね。結構意外と用心深いのかな あれ意外とバカじゃないかも。いや、強そうだな。え連戦ねえ。うわ。やば。あー、もうお父さんのお墓でもあるのに。 惜しい。いや、そりゃそうだろう。ずる賢いやっちゃな。あ、キメラの翼ね。わかるわかる。<laughs> いや、ルーラはどうやって ?360 度溶岩ええー、これどうすんのえ、なんでせり上がったのそして。え、え、ちょっと待って。どうなんのこっから えシュンケルはえー、ちょっとシュンケルシュンケル終わるのここで。やばいええー、やだやだやだ。いや。 やだやだ、ちょっと一緒に、これから旅すんのかと思ってた。いや、そうだよ、マームの恋は嘘でしょヒュンケル終わりアルビーバックじゃん、こんなの。ええー、やだーやだ <laughs> <laughs> 想像が当たってないのはいいんだけど、こんな終わり方は嫌だ。あんなフレーズアートに負けんの。ハドラーと一戦あるとも思ったし、マームとの色恋じゃもあると思ったのに。いや、マジマジターミネーターじゃん、こんなの。ええー。 で、お父さんのね。ああ切ないなんかおもしますぞって。いやいやいや、憎めないって嘘あ、出た。ダニ。ダニが喋ってるダニ。あ、出た。イケメンのおっさん。 お前だよ、お前。あー、こいつ一番嫌いだわ、今。誰も嫌いだけど。えー、死んじゃったんだよね、本当に。いやー、いい奴ばっか死んでる気がするけど。で、こいつがめっちゃかっこいい。そしてミストバーンの中も気になる。 いやけどやっぱこの中じゃ一番雑魚っぽいな。あレオナ姫もね、まだいたね。忘れてたよ。ちょっと夢中になりすぎて。あ終わっちゃった。いや、てか。あぁ、ため息が出てくる。ヒュンケルお父さんとの謎が解けてすごい。 あのね、殺したのがアバン先生じゃないって分かってさ、これからじゃあ、ね、ダイも戦う理由ないし、一緒に旅してもいいんじゃねワンちゃんっていうさ、思ってたところで、あのフレイザードのせいで、いやー、ちょっともうまとまらないわ、頭の中。マームとね、ヒュンケルの恋愛沙汰もあるかなってちょっと思ってたんですけどね。そんであの、 ハドラが実際にその自分の真のお父さんの仇だから、そことまたやり合うような展開も出てくるかなっていう部分があったんだけどね。いやー、ヒュンケル切ないわ。お父さんもそうだし、アバン先生にも立てついちゃった後悔もあるだろうしさ。 彼の気持ち考えるとすごい,いたたまれない。そしてマームの優しさもさ。まあ、ポップが脅かされる存在がいなくなってあれだったけど。そしてポップはもう毎回調子乗りすぎだわ。そろそろ学べ。 そろそろはいというわけで、えー、大の大冒険ね、えー、13話見させていただいたわけなんですが、まあね、まあある程度も話しちゃったんで、あともう大くんがね、えー、ちょっと意識失ってなんか謎の状態になっちゃってあれも気になるんですけど、あれは今後また出てくるような展開なんですかね。またドラゴンの力みたいな、竜の力みたいなのと別に、あの無意識のなんか人格みたいなのもあるのかな、これからも。まあ敵の中でもね、なんかクロコダインだったり、ヒュンケルだったり、なんかかっこいいっていうか、いい男っぽいやつらがみんなね、やられてっちゃうのがちょっと口惜しいんですけども、まあ来週以降、 もね、レオナ姫の登場とかねあのムカつくフレイザードとかダニとかのね、まあ、思惑にね振り回されながらもね大君がねきっとね成長してまたね今回のねラインデインとアバンストラッシュの合体技みたいなのも決めたりね。 あんなのアバンストラッシュより全然強いと思うんだけどね。まあ、完成形のまだアバンストラッシュには及んでないのかな、力は。まあ、どちらにしてもね、大君たちがね、これからも立ちはだかる敵をね、打ち倒していく姿を応援しながらですね、まあ、今回みたいにね、その中で巻き起こるドラマかなんかにね、夢中になりながら、えー、皆さんと一緒に楽しんでみていければなというふうに思っております。というわけで今回の皆さんのエピソードに対する感想とって、僕のリアクションに対するコメントなどをお待ちしております。以上動画ぶ2つがお送りしました。バイバイ。